大きな夢を追いかけガチで頑張る人にスポットを当てるコーナー、夢見がち。夢見る未来への情熱。本日はこちらの佐藤大輔さんと大野翔平さんに夢を語ってもらいます。早速本題、お二人の夢について聞いていきたいんですけど、まず翔平さんから夢をお願いしてもいいですか？はい、自分が有名になって飲食店を開業することです。おお、有名になる、はい、っていうのはなんか、なんだろう、こうなったら有名みたいなのってあるんですか？今現在 CM 撮影だったりポスター掲載、あとは映画出演なども控えておりまして、モデル活動をしながら有名になって、まずは自分の、まあ自分ブランドを確立させて自分の知名度を上げてから店を開業しようと思ってます。その方が店のね、知名度も上がりますもんね。じゃあ続いてですね、大輔さんの夢についてお聞きしてもいいですか？はい、私は、プロ野球選手やそのメジャーリーガーみたいに、はい、そのたくさんお金を稼げるクリエイターになりたいなと思っています。お金を稼ぐ、はい、普通にクリエイターになるっていうんじゃなくて、もうお金を稼げるクリエイターになる。そうですね、まあ、野球をやってたんですけど、いっぱい道具とか買ってもらってたんで、はい、その道具の分を、はい、なんかいろいろ返していければなと思ってますかね。親孝行のためなんですか？親孝行というよりか、なんか家族だったりとか友人とかとなんか一緒になんか楽しい時間を過ごしたいなって。なんか家族とかご友人のことも考えて自分の夢を持ってらっしゃるっていう。そうですね、はい、優しい、やさおです。大輔さん、やさおです。じゃあ、お二人が今年ガチで達成したい目標について聞いていきたいんですけど、翔平さんからお願いします。はい、テレビ番組にレギュラーで出演するということです。おー、普通に出演するじゃなくてレギュラーで出演する、はい、おー、継続的に出ていくってことですね。そうですね。おー、なんか出たい番組とかあるんですか？出たい番組はまだ決まってないんですけど、そういうのに積極的に参加して自分ブランドを、はい、立ち上げてファンをつけたいなと思います。あ、じゃあ今回のテレビ出演っていうのは、じゃあやっぱ大きな一歩ですよね。そうですね、地上波でっていうことで、はい、じゃあ大輔さんが今年ガチで達成したい目標は何ですか？そうですね、私のガチで達成した目は月100万稼げるクリエイターになるっていう。なんかそのあれですよね、明確な目標にたどり着くまで多分やめないですよね、大輔さん。いや、やめないですね。長く続ける方っていうのを今お聞きしたから、そうですね、絶対達成できますよね、それは。いや、達成したいですね、それは。佐藤さん、大野さん、夢の実現に向かって頑張ってください。